ということで今日は58番なんで何打とうかな。あ、参加券でした。なんやそれ。おもんな。予想するね。36番だと思います。あっちが4番なんでこっちは。ああ、予想外。まあまあまあ、いいでしょう。今から取る台が取れる確率を計算します。30% ないかな、 25% ですね。4回に1回ぐらいの確率で取れますね。おはようございます。開いてた。 30% の確率で開いてた。はい、ということで天然このお店でこの番号でまあ取れないかなと思ったんだけど取れたんで打ちます。一応このお店で六角だっけな、そこすげえ大事なんだけど、四五六角だから六角を見たという話は聞いたのよ。はい、で場所が変わってね、この裏だったのがブブブの背中側になって昇格と言っていいんじゃないですか。場所的には判別が結局よく分かんない、難しいんだけど、やっぱスルー回数かなっていう。いっぱいスルーする台は良くない。やっぱ一回ね成功体験がある台はね打てるよね。まだうわ、これ渡ったろ。さすがにね、長い。OKOKOK。これ長いとさ、バジリスクタイムみたいな話あるじゃん、これ。全長長いと。これ初代ではそうだったじゃん。うん、絆かでも7じゃなかったな。あーダメか。ちょっと設定なさそうだな。まあ難しいけど、ここはちょっとなさそうな内寄りの挙動。合格巻物、合格巻物、全長超高巻物まである。全長ないってことは当たってないの。あの巻物で当たったのか。ああるある、全長じゃね、当たってんだろこれ。当たり宿。うん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 、これは当たってていいだろ。ってことは超高ではないかもしれないのか。うわマジきっしょ、これマジできしょいな。なんでなん、あの巻物で全長で宿行ったんじゃねえのかよ。吉田許さんマジで。成立ゲーム8点は当たった、もしかして駿府まである。こんな都合よくいかない。負けたら熱いと思うんだ。あれ、あ負けた駿府。ああ普通に勝っちゃった。もういった、よし、これこれこれ、このミッション埋めたかった。こっから当てれるかどうかだよな。お
これは頼むぞ。うわよし天才 OK。 これこれこれ、最後ワンチャンない。まあ2個ついてダメならダメだ。オスモジャ発展とか強そうな気するけどな。ワンサップ出ない出ない。あ、いた。よしよしよし、超高で当たった。ダメージャーです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 。これもいかないか。いやもうやめたいんだけど、やめた後打つ台がないからな。まあ緑のジャグラーでも打っていっぱい休憩して帰るか。勝ったわ。よしよし、これ埋めた。いや伸ばしたいな。まあこれを伸ばせないと一生神シナリオが来ない限り勝てないからな。あーお昼か。来て、わマジ早っ。ラッキー、熱っ。マジめっちゃ溜まってたってことか。
初めてこっから入ったな。いきなり勝負どころ来ちまったぜ。ああ。いやーこれ外したらもう終わりだ今日。先は長いな。10%、ボタン出れば当たり。やばい、あと15ゲーム、逃げろ逃げろ。あー緊張する。15ゲーム、いやーもう終わった。あー終わった。つらい。単発終了の一部みたいなやつかな、設定数あんのかな。はあ難しいよあいつ。いやー辛い。もう一回ないかなこれ負けて。もう終わるたびには入んねえかな。もう一回。はい。ああダメか。わ CB スタートだったのか。 CB の4回目の兆候。ああ CB ってことはテーブル11か13か。なるほど、悪くないのが選ばれてるな。11だと A だし、13だと B か。算する4回目はそれで入ったのか。なんかちょっと悪くない気がするな。あーでも祝宴失敗したのマジ痛いなあれ。あーすげえがっかり。マジであれでだってな、ほんと5000枚とか変わってくるもんな。1回の祝宴の重みが。あーくっそー、なんでだよ、腹立つな。え、何回？1回。よし、ミッションも3パー取ったし、バルブレイブに移動でーす。ということで真後ろのバルブレイブが開いたんですけど、まあ、2回目のチャンスゾーンで、当たって、革命ボーナス引いてラッシュ入って V2 個まで行って3個目取れずにダメでしたでやめてるんですけど、まあボーナス1回引いただけで何も分かってない状態のバルブレイブが開いたと。もちろんミミズの可能性もあるしっていう、本当に何にも分かってない感じかな。まだ1時間ちょっとだからあれだけど、まだ設定がありそうな台も見えてないし。何か嫌なことでもあったのかな、これやめた人は。めっちゃスライド打ちしてたんだよな、革命ラッシュ中も。違う、腹切りチャレンジ中も。専業っていうか、なんかデレデレデレデって感情を排したような打ち方をしてて。あー400当たるこれ。ワンチャン当たるな。エスパーかあいつ。まあ、まだわかんないけど、400でもラッシュ後の400キロってこれまあまあ耳に 60% ぐらいあってもいいかな、この時点で。このデータを見て、ああミミズかもなと思うことはまずないから、別にこれがたまたまミミズだっただけでミミズっぽい気はする。キューマン分かりやすい。いやほら外れんのがだるいな。謎当たりかましてくれたらそれはそれでいい。ということでラッシュ抜け400当選。
お、ミミズだね、すごいね。革命、よし、OK。8000円だからこれ頑張ったらプラレールな。ちょっと先の未来から来たやつの可能性あるな、これやめたやつ。でもほんのちょっと先なんだろうな、結構先だったらそもそもこの台座んないから、ほんとちょっと先なんだよ。15分20分あって30分先の未来しか見えてないタイプの。30分先の未来から来たやつに天然を奪われたわ。推定設定1の天然をやめてアンノウンなバルブレイブに行ったらミミズでトントンで、だから今負けた状態から北斗の謎の朝一22ゲームだけ回されて捨てられてる台の 1BB チャレンジ。
もう一回言って。うん、柳のグラフのメモリのここが何枚か分かんないなと思って数字書いてないところ。2000枚それは自分で考えて。うん、日常生活は遅れてんの普通に。ちょっと難しいです、うん、結構支障をきたすレベルだと思うけど、バカさが、うん、すいません。いやいいよ、謝んな。いや大丈夫なのかなって、それが分からなくて。いやでも、いや人って暮らせるんだなっていうのだって2メモリでさ1500、2メモリで1500って自分で言ったじゃん。じゃあ1メモリは丸2ってこと。知らんけど2メモリで1500って自分で言ってるじゃん。750、それが何か不思議、何が分かんないのかが俺には分かんない。いや、なんでそんな半端な、なんでそんな半端なの話してなくなかった。疑問に思う要素が一つもないところにそれを分からないっていうのが分からない。え、どうして。だって実際に、いや字が読めないんだったら分かるよ。数字が1っていう数字を1と認識できないんだったら分かるんだけど、読めてるし理解もしてるのになぜそれが分からないになっちゃうのかが。いやこれ自分のせいじゃないってちゃんと説明して、ほらね私のせいじゃなかったでしょって言って、じゃあお前やれよ責任取るよっていうのの、どっちが楽かっていう単純な比較をしてるだけで、別にどっちがのとかいうじゃないよ。全然暖かかったのに急に寒くなりました。急に何時になったら急に寒くなった。何時、その境目を教えて。急ってことは一気にガッと落とる、何度か下がって。1度2度じゃなくて多分5度とか6度とかぐらいだと思うんだけど、急ってことは上着を着なきゃ、室内で上着着なきゃいけないぐらい寒くなったと感じたから。いつ何時何分、この席座って何時何分、何曜日、地球が何回回った時ちょっと根性を叩き直してやらないといけないなと思って、毎回毎回このぐらいあれだから、さすがに毎度毎度5000枚じゃ聞いてないからね。台が悪い、俺が悪いわけがないよ普通に考えて。でも何でも何です。いや、6じゃない可能性は捨てきれないんじゃないかな。6じゃない可能性は捨てきれない。いや、6じゃないの。6じゃないですか、うん、6じゃない可能性は捨てきれない。6じゃない可能性しかないの。理由は、理由出てない。その養分みたいなこと言わないでくださいよ。6がこんなにへこむわけがない。俺が6ってんのこんなことになるわけがない。ポン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 出るもんなんですかね。いや、六角が出るか出ないかの話をしてないの。六じゃないっつってんの。じゃあ全六ですか、だと思います。全六だと思いますか。全六ではないと。だよね。
関係を排して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 打ちます？え？なんか打ちます？いや打つわけないじゃん、はい、ということで4時時点の店内状況なんですが、バルグレイブが、ま、角2が4、5、6角で角3も4、5、6角、角2は9000枚出てて、まあ、角3はマイナスなんですけど、まあ、4、5、6角この台が今6000枚出てるけど、ちょっと設定とかはわからん。からくりは1匹3000枚出て、この7000枚、6500枚出てるからくりが4、5、6角出てると。吉宗がこれが今4000枚、ラブジョー3000枚、マクロスは角2が死の淵から這い上がった4000枚弱。ま、そんなとこでしょう。ということでウエスタン浦安柳通り店での2月初戦終了。はい、7万5000負けです。革命ラッシュスーパーに入るまでは一言も発しない縛りをしてたら、一言も発さないまま終わりました。まあ6の可能性を完全にゼロにはできないですけど、まあマイナス6000枚ぐらいなんで、あの台が、まあ、6じゃなかったら、まあ有利区間切断がほぼ万枚近く出さないと無理なんで、角台打ってたんですけど、角2、4、5、6角の角3、4、5、6角なんで、まあ角から3台並びとかの可能性も全然あるんですけど、6じゃなかったらほぼまあ無理でしょうというところで、まあ一言も発することなくただただタコ負けしましたと。ただ設定はまあ角2、角3と、まあ、4、5、6角ちゃんと出てて、でからくりも4台中1台は4、5、6角出て、その台が一番出ててっていうところで、まあ、ただ他の台に関してはちょっと分かんないんですけど、まあそんな感じです。こちらがいただきチャンネルの収録スケジュールなんで、ちょっと今もう機嫌が悪いんで、2月このペースでいったら200万ちょっと負けっすね。あ、そこまでいかないか、75本だから150万負けっすね。あ、違うわ、やっぱ 3×30 だもんね。200万負けペース。もうちょっと話したくないから、俺車にいるから。